平和通り平和通りは北九州市都心部を南北に走る道路で小倉駅小倉城口と国道10号をつないでいる道路の一部を指す名称である。平和通りは福岡県北九州市小倉北区の小倉駅小倉城口から勝山通り及び小文字通りとの交差点を経て三影通りとの合流交差点に至る。なお小倉駅小倉城口から勝山通りとの 交差点までの区間は、福岡県道36号小倉停車場線である。上空には、北九州モノレール小倉線が通っており、平和通駅及び単価駅が存在する。平和通駅南側にはかつて歩道橋があったが、老朽化とバリアフリー対応のため2011年に撤去された。モノレール平和通駅の直下には、西鉄バスの同盟停留所が並んでいる。ここを拠点に、 バスがの方向に振り分けられるため、小倉都心部でも重要な停留所の一つである。南港、高速バス乗り場南行、市役所、戸端、国道10号方面乗り場南行、北方、曽根、弥生川岡、徳力、中谷、田川方面乗り場南行、三萩野、黒丸、国道3号、熊谷、山田緑地、愛の家方面乗り場北港、霧急、湯川、 文字方面乗り場北港、小倉駅、砂津止め、戸端方面乗り場、ありがとうございます。